あーどうもこんにちは。あー初めましてですよね。あーそうですか。はい、写真ではねお伺いしました、あの拝見しました、本山の。はいはいはい。あーそうですか、お邪魔しております、よろしくお願いします。これじゃあいただいちゃっていいですかね。じゃあいただきます。いただきます。ありがたい、さすがに喉が渇いたね。まあ今日はほらね、久しぶりだし、あのざっくばらんにじゃあ、はい、口引きっていただいて。私は違う、うん、私は何も。まあ本当でもこのメンバーは本当に私も必須アミノ酸って呼ぶぐらいで、あのみんな人参が純粋でね、あで、あの山行こうっていうのはもう本当に二つ返事のように、うん、半強制的に決めちゃって、ちゃんとあの大変だったんですけどね。あ、そうですか。まずは当日結婚記念日だったということも知らなかったですし。あ、そうなの、ね、でも最高のあれじゃないですか。やっぱり何か持ってますよあなたたちは。ねえ、偶然とはいえ結構、いや偶然はないからね、必ずそれは何かの必然だったわけですよ。私もあの個人的にですね、今会社の後輩、うん、まあ後輩っつってもまあまあしょっちゅうあの人なんかあの新人が入ってくる業界なんですけど、50過ぎの、まあ、おっさんが入ってきてやたら人懐っこい後輩が入ってきたんですね、うん。毎日あの仕事終わりますと最後にあの車を洗車して帰るんですけども、その洗車してなんかこう後ろから水が飛んできたり、こう振り返るとその遊んでるわけ、新人がにやって笑ってるんですよ。あ、なるほど。ここで LINE を交換しようということになって、 LINE を交換したら、あの私のプロフィール写真を見て、うん、高西さんって検証会なんですかとか言って俺また検証会に間違えられちゃったと思って、まあ、ああそういうことがあって、え、なんでって聞いたら、いや僕学会なんですよ。あ、そうなんだ。で、まあ、まあ親しく、まあ人懐っこいやつなんで、いろいろ話聞いてみたら、まあ出身でずっと長いこといて、奥様がいらっしゃるんですけど、奥様を向こうに残して今こっちで一人で、単身赴任のような形で、まあゆくゆくはでなんか一緒に暮らすみたいなんですけども、うん、来年来るってことかな、うん。まあ、役職なんかも聞いてみたら、男子の時代は区の書記長もやってたとか、で総年部になっても副本部長兼任の理事長やってたとか、お、すごいね、すごいね、その割には全然そのやっぱり方法を貸し、で俺は方法なんだよねと、うん、検証会という認識をしてるわけだね。一応検証会、実は検証会じゃないんだよ僕は。とで、じゃあどこなんですかとか聞いてきたんで、まあ、そんな聞き方ってあるよとか言いながら、でもなんでそのピンポイントでさ、なんかプロフィールなんか書いたの。私 のプロフィール写真のバックに仏壇が写ってる、ね、あ、そうかそうか、仏壇が、あ、そうかそうか、それでね、でそれを見て、うん、じゃあどこですかと聞いてくるよね。それで、いや検証会で終わって、いやそうじゃなくてもう一つあるんでしょもう一つあるんでしょって聞いたら、ええとか言ってるんですよ。いや、いいじゃなくてさ、あんた学会幹部なんだろって、こっちの方が私一行しちゃって、学会幹部で知らないのホッケコなんだけどとか言ったら、しかも2年前に脱会して、ほーとか言って、なんか別にあのなんとも驚くわけでもなく、敵意を示すわけでもなく、むしろ私の、で、まあ、確かに新人の割には1週間連続してあのトップの成績を収めてきたりだとか、確かに頑張り屋は頑張り屋なんですよ。なんかあんまり、でもなんかあんまりピリッとしない、まあ、でもそれ近いうちにちょっと時間作って俺に来てもらうでもいいし、あなたたち行くんでもいいし、まあどっか外でもいいから一回ちょっとお話ししようよ。急にその話になったらちょっとやや逃げ腰になってきたんですけどね。でもまあなんか全然あのなんでしょう、まあいわゆるその下境の敵を見ておいて攻めずんばっていう姿勢は全く見られないやつなんですが、それはそうですよね、あの学会は。まあでもまあ、まあ面白いやつが入ってきたなと。でまあちょっと私もしばらく釈服をしてないので、ちょうどそういう意味では学校の、対象者が出てきたかなと。
といったような次第でございます、うん、はい、素晴らしい、はい、やっぱりどう熟慮を熟考してもその現時においては例えばチラシは、うん、配れない、まあ対面できなかった時対面できなければチラシって手があったわけだよね。ところがそれはもうダメになった場合に今の現状ではじゃあピンポンやってかってたらやっぱりご時世としてはソーシャルディスタンスがなかなか保てないしなるべく人に会うなって言われてるのにそれも難しいとってなるとやっぱり結局さいよいよその原点の知人縁故を掘っていくしかやっぱないわけだよね。どうやって考えてもだからそういう人が出てきたってことはやっぱり誠にありがたいことですよ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、頑張ります。じゃあもうご主人も